皆さんこんにちは、星椎茸です。ファイナルファンタジー15の実況プレイ動画を始めていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それではニューゲーム、ゲーム開始時の難易度はノーマルとイージー、ノーマルでいきましょう。本編始める前にチュートリアルプレイしますか？いいえ。これですね、いいえを今選んだんですけども、実はね、今から2時間分ぐらいはねゲームをしたんですよね。でもちょっと録画ミスによって取り直さざるを得ないということですので、結構バトルの操作が難しかったりするので、まあ、始められる人はチュートリアルをちょっとやってからの方がいいのかなというふうに思います。ですので途中まで、まあだいたい動画で3本4本ぐらいまでの内容は、まあキプレイ状態での実況になっていくということと、あとトロフィーもすでにもう何個か取ってしまっていますので、まあ、本当やったら取れるところもちょっと取れないことになっています。もうすでに取っていますのでね。じゃあそれではストーリーの方も見ていきましょう。これは真の王が星を救う物語。それではどんどん進んでいきましょう。ダッシュは押し込むと。イフリートなのか何なのか、炎の魔人からの攻撃を食らう。で、今の戦いは今後訪れる未来なのかどうなのかというようなところも非常に興味のあるところですよね。旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。よっと。まあ、王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り、頼りない息子だが。どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドロッとよろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。
はい、ということで FF15 ファイナルファンタジー15始まってきましたね。でなんかですね、まあ、ちょっとやった感じでよるとこのロードがねちょっと長いかなと、まあ、ディスク版ということもあってちょっと長いのかなって思ったりするのと、まあ、ダウンロード版やったらもうちょい早いのかなと。で、まあ、ディスク版を買ったということで、あのセブンイレブンでですね、買ったんですよね。なんでセブンイレブンで買ったかというと、まあ、あのブレイズエッジ、あのファイナルファンタジー13モデルということで、あのライトニングさんが装備してた武器がついてくるのと、まあ、クッキングパックがあったり、キングステイルファイナルファンタジー15っていうミニゲームのプロダクトコードがついてたりとか。で、あと、ファイナルファンタジー15の方は3種類ぐらいエディションがあって、まあ、ノーマルとデラックスエディション、で、アルティメットエディションの3種類があるということですね。自分はデラックスエディションの方、まあ、買いましたと。デラックスエディションには、まあ、正宗、ファイナルファンタジー15のオリジナルモデルではあるんですけども、あの、セブンですかね、セフィロスの多分愛刀かなというふうに思うのと、で、レガリア、この車ですね。父の愛車レガリアって書いてますけども、レガリアのカラーリング、プラチナリバイア3エディションっていうカラーリングと、まあ、衣装ですね。ルシス王の礼服っていう衣装がついてくるプロダクトコードがあったということで、まあ、デラックスエディションの方を購入したということですね。ダメだな。こいつが外の厳しさか。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。ほれ、働き。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの、はい、R2 を押し込むことで、まあ、車を押せると。でこの押してる最中はハンドルを切って動かしたりとかいうこともできますね。他のボタンは特に反応はないですね。ないよな。ノクティス王子、調子に乗りすぎたな。だしょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。エコに席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。はあ、世界広いわ。実感できるな。この実感やでしょ。お前ら押してるか。押してるよ。押してる。まあちゃんとノクトもね車押してるし、最初なんでノクトだけやねんって思ってましたけど、ノクトは王子様やのに車押すんやっていうふうに思いましたけども、まあみんなでローテーションしながら車押してこのハンマーヘッドまでやってきたという感じですね。でそこに現れたのが、おい待ってたよシドニーと。どれが王子？
お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。はい、ほんで動かせるようになると。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるから、いろいろ見ておいで。で、シドニーから大陸の地図をもらって、マップを頼りにレストランを目指しましょうと。自由行動だ。レストランはこっちですね。あ、エボニーだ。ノクト、ここオートの金使えないよ。ならイグニスが用意してきたんだろう。聞いてみる。宿泊と自炊。うん、でさっさと歩いて。ん、なんだ今お金の話したよな。ノクト、これ見てよ。どうした？マスターゼロフリクション。ああ、いろんなの置いてるな。うん、でいらっしゃいませ。お金っと。この世界の通貨ギルは討伐依頼の報告やアイテムを売ることで稼げますと。ということですね。まあ、ハイポーション、ポーション等が売ってたり、ご飯の素材が売ってたりしますと。あとデカールもあります。ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。でお金がないのでクエストを受けようと。貧乏王子の生活費稼ぎということで、まあお金を貯めましょうと。整備代にしちゃ高すぎねえか。あの小さ。でですね、町に来たらこのレストランにやってきて、この周辺情報収集っていうのをやることによって、で地図にまあ拠点が記されたりとか、キャンプ場ですねとか駐車場で、新しい街とか休憩施設で、アイテムの採取の場所等が記されるというふうになってます。でこれをして、次ここでご飯食べれたりで、討伐依頼の流れということで、レストランで討伐依頼を受注する、討伐対象を討伐すると、いずれかの情報屋に達成の報告をして報酬を得るということで、ハンターランク、討伐依頼を達成して勲章を集めると上がります。ランクが上がると受注できる討伐依頼が増えていきますということで、クエストを受注できるということですね。はい、お腹を空かせたつむじ風と。でクエストは1個しか受注できなくて、2個3個とずっと受注しているってことはできないということですね。ちょっと邪魔だなこの人。でシドニーさんの方へ行きましょう。ちょ、ノクト見て見て。なんだ？
でシドニーさんの方にやってきて、あれまだ整備中だよ、どうしたの。で整備代を負けてもらうか、お金を貸してもらうか、仲間に任せるか。お金がないのでね、自分は値切ってみようかなと。整備代高いかなって、うん、なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代出すから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練、やるしかないね。 AP を10獲得、アビリティポイントを貯めて使うと仲間の能力を強化できますということですね。アビリティイコールで、戦いや旅の役に立つアビリティを習得するメニューですと。習得には AP が必要になります。で AP はレベルアップか作戦成功、クエスト達成、会話で仲間が共感する選択肢を選ぶなどということですね。で、まあ、アクションでエアステップ、ジャストガード、コンボガード、 MP 消費ダウンとか、まあいろいろあるんですけども、正直ね、何を一番最初にって思って、まあやり直した結果も思ってるんですけども、まあこのアナライズがいいのかなと。敵の弱点とかが分かるのであれば、まあこいつが便利かなというふうに思います。で、装備の切り替えということで、先ほどもお話ししましたように、このブレイズエッジ、ライトニングさんの武器をも手に入れましたので、これと、あと体験扱いで、この正宗、トゥーハンドソードよりも、この正宗の方が攻撃力が40ほど高いのでね、まあ、これを装備していこうかなというふうに思います。で、あと衣装ですけども、まあ、この戦闘服のジャケットなしバージョン、ジャケットありかなしかは、まあ攻撃力がない方が上がるのと、あるジャケットある方が HP か、 HP が高いというような2択、まあ、多分カジュアルスタイルも多分ほぼ同じですよね。カジュアルスタイルは一緒か、これは一緒ですね。あとルシス王の礼服が、HP とか MP とかが上がるというような感じになっておりますと。はい、こんな感じです。でも夜行っちゃダメだよ、死骸が出て危ないから。ジーズには内緒、これ前金ね、それだけあれば泊まれるでしょ。はい、ということであっちのクエストの方へ行きたいと思います。まあ、せっかくブロンズバングルもらったんで装備しておきましょうかね。引かれたりってことはないかな。そろそろ行くか。ブロント行こうぜ。今行く。さあ、ほんで外に来て敵さんがうようよしてる。まずはこいつらだな。やるぞノクト。ボタンを押しっぱなしにすれば近くの敵に連続攻撃できますと。ノクト、撃つのかできんだろ。敵に合わせて使え。行くぞ。てめえ、てやノクトがいると楽できる。これならどうだ。よし、次の地点に向かおう。これで OK。 ダッシュをするとこのスタミナが減りますのでね、このスタミナのゲージはオプションからの、表示非表示ができます。一つや二つじゃなさそうだ。どうすりゃこうなるんだ。わからない、嵐か地震か。すぐそこのハンマーヘッドは何ともなってねえけどな。でっかい怪物が通ったんだったりして。大事の相手がそんなんじゃねえといいな。はい、で次がここですね。このビックリマークのところへまた行きたいと。さあ、ビックリマークのとこに到着したんで戦っていきましょうかね。ガードもボタンを押しっぱなしで大丈夫ですと。すぐに離すとその場でドッジロール、緊急回避みたいなね、前転ですね。
で、ここのミッションはガードを3回成功させるということで、ガードがね、個人的になんか難しいんですよ。さらに、なんか多分こっちにターゲットがうまく向いてくれてないと出ないのか。で、ガードが成功するとすかさず丸ボタンを入力することによってパリができると。それすまね、あ、ミスった。1回がガードは押しっぱなしにしてないとなんですね。状況は心配するほど。これで3回成功かな。で、今みたいに AP が稼げると。行ってしまった。こいつはこいつか見てない。いい感じだ。当然。はい、これで OK ですね。やったね。あと一箇所。で、到着はここなんですけども、ちょっと、あ、いいか、行っちゃえ。時間的にまだ間に合うかな、録画時間としても。今回の旅ってさ、どこだっけ、こっちか。どういう予定だっけ。ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか。車の整備待ちしたら、ガーディナで船ね。はい、もうちょい、なんか意外と距離遠いんですよね、徒歩で移動したら。まあ、でもこのフィールドマップがあるっていうのはなんか久々な感じがして個人的に好きですね。こいつらで最後だ、気抜くなよ。剣を投げ込んで攻撃するシュートブレイクは飛距離に応じて威力がアップしますというんですね。ほいほいほい。ロクト、シフトブレイクして敵のガードを崩せ。余裕で相手シフトブレイク、これでサクセスだな。おいおい、あ、なんか食らったの。おい、で滑った。あれ、ちょうどだ。よし、よっ、やっぱもらったの。はいはい、あ、スラット。なんか仲間の技はね、問題ない。当たった、終わったんか、その前に。よし、終わったな。あれ、お電話が出ます。はい、シドニーだけど胎児は順調。ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、分かった、見てみる。うん、ということでまずお金稼ぎのミッションはこれでクリアってやつを探してくれって。行方不明なのか？あ、すぐ近くの小屋にいるらしい。ということですね。よいしょっと。で、この下にキャンプ地があるので、ちょっとキャンプ地の方まで一回行ってみましょうか。このデイブさんはここの小屋にいるんだそうですが、ちょっと待っていただいて、で、魔法なんですけども、魔法は、このエレメントストーンっていうので、エレメントを吸収することによって、魔法を生成できるということで、このエレメントストーンは、このキャンプ地の近くにあるということですね。こんな感じでエレメントストーンが、炎のエレメントストーンということで、こんな感じで吸収すると、だいたい1回で30近く回収するということができますね。で、このキャンプ、うわ、敵がいたか。ノクト、左方向に敵だ。ちょっと面倒くさかったので逃げよう。今度はこっちの氷のエレメントをね、取りに行きましょう。こんな感じでエレメント吸収と。で、吸収すると、まあ、まだ試してはないんですけども、一定時間なのか、もう吸収したら終わりなのか分かんないですけども、こんな感じで吸収できると。で、この上のキャンプ地に登ると、まあ、キャンプ等ができますよということですけども、まあ、今はまあ必要ないかなと思いますのでね。で、魔法は吸収したエレメントを使って、
魔法の生成を行うメニューですと。必要なエレメントが集まったら魔法を選んで生成開始しましょうということですね。うん、で魔法は特殊効果で連鎖、連続で放ったり敵に毒のステータスを付与すると、うんうんうん、素材の量や種類によって魔法の威力や特殊効果が変化しますと。生成したことのある魔法は履歴から簡単に複製できますよということで、まだ何もとりあえず作ってはないんですけども、炎のエレメント、これもね今35エレメントがあると思うんですけども、多分パワーが1個でパワー1で、まあ 3つできるってことなんですけども、多分99でやった方がいいのかっていうのはちょっとね分からないんですよね、この辺がまだ。ジャンプにするかということで、まあ今回はここまでにしておきたいというふうに思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。